さあお待たせいたしましたうわすごいですねもう会場超満員でございますさあ、えー、続いてはいよいよ加藤文春先生昨年に引き続きご登壇いただくということで ちょっとです、ね、ニコ生の皆さんにお知らせで実は今回のこのマスパワーは手フ書式でのコメントが可能でございます。attex 半角ススペースの後に手フ書式で書いていただければ数式もコメントとして流すことができますので是非、ね、加藤先生のご講演に数式でねコメントしていただければと思いますさあそれではご紹介しましょう ABC 予想と新しい数学加藤文春先生ですお願いします えー、皆さん、こんにちは。えー、私は東高大の加藤組春です。今日はですね、あの ABC 予想と新しい数学というタイトルでお話ししたいと思います。えー、皆さんもご存知のことと思うんですが、今からちょうど5年前に、えー、京都大学数理解析研究所の餅月慎一さんが、えー、ABC 予想が解けたと主張する 新しい論文をご自身のホームページ上で発表されました。えー、記憶に新しいので、まあ皆さんご存知の方も多いと思います。で、その数学の中身がですね、そのいわゆる宇宙際対比ミューラー理論。まあこの講演の中ではあの短く IUT 理論というふうに呼んでまいりますが、この IUT 理論というものをまあ使いまして、まあ新しい数学を作った。 というのののがその論文の中身でありましたでこの中身の IUT 理論があまりに斬新だったので、まあ、数学者の中でもそうですしその日本のみならず世界中から大きな反響があったで非常にさまざまな形での反,反応があり、まあ、今でもある意味その議論が続いているという、まあ、そういう事情に今なっているということは皆さんもよくご存知だと思います。で今日この えー、講演の中ではこの望、えー、月慎一さんが新しく、まあ、作り出して作り出した IUT 理論というものについてできるだけ分かりやすく、えー、どのぐらい分かりやすくかというと中高生にも分かるようにという、まあ、非常に高いハードルを設けたんですけども非常に分かりやすく噛み砕いて説明するということを試みてみたいというふうに思います。でこの 講演はですね、実は第1部、第2部、第3部という3部構成になっております。えまずは第1部では、イントロダクションとして、全般的な紹介をしたいというふうに思います、えー。最初にですね、この講演の目標をまずはっきりさせておきたいと思います。この講演の目標は、望月慎一さんが ABC 予想という未解決問題を解くために作り出した、いわゆる宇宙際対比ミュラー理論、IUT 理論。 というもののそのそ新しさですね特にその斬新さ新しさというものを分かりやすく説明して、まあ、その凄さを伝え,伝えたいということが目標です。でこの IUT 理論というのは、まあ、皆さんもよくご存知かと思うんですが従来の数学とは全く異なる非常に新しい数学のアプローチを、まあ、提案しているんですね。でこの,あのそれが非常にまあ新しいんですけども その新しいその数学のまあえ今までの数学とは全く違ったそのえ新しさというものを今日はまあご紹介したいというふうに考えているわけです。<laughs> では最初にですねあの本論の方に入ってまいりますが、えー、まずはタイトルの中に「abc 予想」の話「まあ、abc 予想」というのがありますのでまずは abc 予想についての えーまあ、簡単な紹介から入りたいといいとうに思います、えー、しかしながらここでちょっと割と重要要な前置きをちょっとしておく必要があります、えー、実を言いますと、えー、今日の話の中では ABC 予想そのものあるいは ABC 予想が解かれたのかあるいは解かれたんだとするとどのような形で解かれたのかという技術的な側面というのは実はそれほど重要視しません。 あままりそれはは重要ででないといいいいととう立場でお話をしていきたいと思いますこの講演では先ほどの目標でもはっきりと述べましたようにむしろ IUT 理論というものが提案する数学のコンテンツの新しさですねつまりその提案の方に的を絞っていきたいというふうに考えているわけですですので ABC 予想そのものについての非常に えー、深い説明というのは今日はしないつもりです。えー、できるだけまあ手短に A B C 予想については済ませたいというふうに考えております。まあしかし A B C 予想というのがどういう予想なのかということを知らないとまあ話が始まりませんから、まずはその話から始めていきたいと思います。えー、それからですね、ここに実は少し数式が出てまいります、えー。この講演を聞いていらっしゃる多くの方は数式大好きと。 いいう方が多いかもしれませんがもちろん数式が、まあ、あまり得意じゃないという方にもこの講演は聞いていただき,いた,だきたいわけです。で実を言いますと先ほど言ったように ABC 予想本体のの重重要要性といいうははは実はそれほど重要ではないこの ABC 予想が数式でちゃんと理解できなければこの後の話は全然理解できないというわけではないんです。ですからまあ数式苦手でもちょっとその辺は大らかに聞いてもらって結構です。 いずれにしても分かりやすい説明をこの次と次のスライドでやっていくつもりです。と長い、ちょっと長い前置きをしましたが、こういう前置きをしておいて、ABC 予想の中身について説明いたしましょう。ABC 予想がの中身というのはこういうものです。考えるのは、互いに素な自然数の組 ABC で、ただし A、A たす B が C であるという関係にある3つの 自然数の組ですで。この時に A と B と C の掛け算を作ります掛け算を作ってこれを素因数分解しますそうして得られた素数だけ1個ずつ掛け算して新しく D という数を作りますで ABC 予想が注目するのは C という数と D という数 この2つの数のつ数関関係を関係をに注目します ABC 要素はこういうふうに言います。C と D の代償関係を比べた時ほとんどの場合は D が大きいだろう。C が大きいという場合はもちろんあるんだけどそれは非常に少ない、えー、例外に違いない。その非常に少ないということを幾分数式を使って正確に述べたのがこの最後のところでしてつまり任意の 正の数イプシロンに対して D の1たすイプシロン乗が C よりも小さくなるとそういう場合というのは実はあったとしても有限個しかないという形で実は非常に例外的なものなんだということを ABC 予想は予想しています <laughs> 具体的な例で見てみましょうまず本当にあの具体的な計算なんですけど A を11としますそれから B を25にします そうしますと c は十一足す二十五で三十六になります。ここで次に計算するのは a と b と c の掛け算です。これを掛け算すると、えー、このように因数分解ができる。つまり二の二乗かける三の二乗かける五の二乗かける十一。で、この因数分解を見て d という数を作ります。d はどう作りますか。 D は C の因数分解の中に現れる素数を1回ずつ掛け算します。ABC の中では2は2回3は2回5は2回現れるんですが D においてはこの2回というところは全部1回にしてしまいます。そうしておいて 2×3×5×11 を計算しますね。こうして D が330と計算されるわけです。で見てください C と D に注目します。 この場合は D の方が大きくなっています。ABC 予想はこのように D が大きい場合というのがほとんどであろうと言ってるわけです。しかしもちろん例外はあります。とっても簡単な例外を一個ご紹介しましょう。A が1で B が8っていう場合、この場合は C が9になります。A かける B かける C 計算します。簡単ですね。この場合は2が3個と3が2個っていう因数分解を持つわけです。したがって D は2かける3になります。 C と D 比べますそうすると D の方がこの場合は小さくなってます。ABC 予想は C と D の代償関係がこのように逆転してしまうつまり D の方が小さくなっちゃうというパターンというかそういうケースというのは非常に少ないだろうということを予想した数学の予想だということになります。さてここでですねあの先ほどから予想予想と言ってるので。 まあ、あの多くの数学愛好家の方はいろんな予想をご存知だから、まあ、予想数学における予想というのがどういうものなのかというのは、まあ、ご存知の方多いかもしれませんがあの予想というものが一体何なのかということを疑問に思われる方も多いと思いますのでここで予想とは何かということを一つ説明しておきたいというふうに思います。予想とは何かというとこれは正しいと考えられていますがまだ証明されていない数学の定理です。 定理,ですか定理ですがまだ証明はないというそういう状態ですしたがってそれはまだ本当に正しいのかあるいは正しくないのかということはまだはっきりとは分かりませんそういったものが予想なんですすなわち正しさが保留されている定理だというふうに言えると思いますでそのようにまだ正しさが分からないような定理が数学で役に立つのか ととととといいいうふうにに思われれるるかももしれませんが実ははは予想の問題を立てててここ数学においてはとても重要なことです例えばここに例として挙げたフェルマー予想あるいはあのフェルマーの最終定理というふうに呼ばれてますのでまあ聞いたことがある人も多いと思うんですがこのフェルマー予想というのはなんと17世紀にピエール・ド・フェルマーが予想してその後350年以上もの間解かれてこなかった予想です。 これはつい最近1994年にアンドリュー・ワイルスによって解かれました。で、その間360年間というものをこの予想というのは、まあ証明されては来なかったわけです。まあしかしながらこのフェルマー予想というのがそれそのものが数学的にまあ深いあるいは重要だということよりも。 それが数学者を駆り立てて多くの数学の深い理論を作らせたというこの数学者にモチベーションを与えるというそういう役目は非常に甚大なものがありました実はは深深いいいい予予想想興味深い予想とうううのはこういうものこもなんですねつまりそれはただ単に保留されている定理だというわけじゃなくって数学者に深い洞察とモチベーションを与えるという意味で非常に数学の世界においては重要なものです <laughs> ABC 予想もそういった非常に重要な予想問題の中の一つになってますその歴史をちょっとだけ説明しましょうこれは1985年にデイビッド・マッサーとそれからジョセフ・ジョセフエステルレにより提起された予想ですでこの予想が非常に重要な予想だと思われている理由まあそれはいくつもあると思うんですが一つにはこの予想が解けると多くの未解決問題が解ける解決するということが現在では知られている とということが挙げられます。そして先ほど、えー、先ほどからあの私が言ってますように2012年今から5年前ですが、えー、望月真一さんが宇宙際対比ミューラー理論いわゆる IUT 理論を用いて ABC 予想を証明したと主張する論文を発表したというわけです。これが今回の私のこの講演の、まあ、全ての始まりと。 いうことになるかと思いますで、ABC 予想はこのように非常に重要な予想ですそれが解ければ多くの問題が解けますそういう意味で数学会における大変重要なそれは予想なんですがしかし同時にそれは非常に難しい予想でもありますで、それはなぜそんなに難しかったのかそれはなかなか一言で言えませんけども一つには足し算的なことと 掛け算的なことが混ざっているということがその難しさの根本にありますどういうことでしょうか ABC 予想の説明をするときに私は言いました ABC 予想では C という数と D というこの二つの数に注目するそしてこの二つの数の関係をその代償関係に注目するんだという話をしましたここで C という数は A 足す B という形で 足し算を使って計算される数です。一方、D の方は A かける B かける C という数の素因数分解から計算される。素因数分解そのものじゃなくて、その時のべき指数を全部1にしてしまうというそういう掛け算的な計算によって得られる数です。足し算的に得られる数と掛け算的に得られる数というものの関係を見るというのが ABC 予想の特徴になっています。この 掛け算的な側面と足し算的な側面がまさに混ざっているということがこの予想のある意味深骨頂ですしその難しさの原点にあると言えるわけですそしてそれが難しい理由は何ですかというと実は足し算と掛け算の関係というのは複雑すぎてわからないんです足し算と掛け算というのはまさにここに絡まっている黒いリボンと赤いリボンのようにどうなっているのか わからないこの空回り方がとっても複雑だっていうこういう状況になってるわけなんですね <laughs>。でその足し算と掛け算が絡まっているということがなぜそんなに難しいのかということをちょっと分かってもらうためにそもそも数って何ですかっていう話からちょっと始めてみたいと思います。そそもそも数数っってて何何でですすかか自然数って何ですかというと。 まあ、数学の世界ではピアノの氷イタリア人のペアノさんという人がいてその人が作った氷なんですがピアノの氷というのがあってそのペアノののの的的なな作作りり方方といいうものが、まあ、一般的な自然数の作り方としてて認知されていますでその考え方というのは非常に単純です。これは0あるいは1っていう最初の数に注目してそれに順次1を足していく1を足して2を作る。 さらに1を足して3を作るさらに1を足して4を作るということを繰り返していくこれをずっと繰り返していけば全ての自然数が作れるという非常に単純な考え方です、えー、非常に単純で分かりやすいある意味これで自然数が全部分かったと言えるのかしかしそうではないんですねこのやり方だと確かに足し算的な 自然数の構成法にはなってはいるんですが掛け算的な側面というのは非常に分かりにくくなってしまっています例えばまあ素数皆さんもご存知だと思うんですが素数がどのようなタイミングで現れるのかといったような問題というのはこの一を一個ずつ足していく順次足していくというやり方ではとても考えることというか理解することはとてもできません <laughs> 例えばですねまあ ここれがすごく難しいことなんだということを考えてもらうために次のようなことを考えてください例えば今素数があるとしますその素数に1を足しますペアノ的な考え方です1を足すっていうことによって自然数を作るそうするとほとんどの場合得られた結果は素数ではありませんまあ2の場合は1を足して3ですから素数になりますがそれ以外の場合はもちろん1を足したら 偶数になっちゃうから素数ではないわけですねそれは皆さんよくわかると思いますじゃあもう一回1を足してみてくださいこの結果が素数になるかならないかっていうことはどういうふうになっているでしょうかこれは素数になるかもしれないしならないかもしれません素数に1を2回足すつまり素数に2を足したその結果が素数なのかどうか これはももちろん素素数数の場合もあるし素数じゃない場合もあるわけですじゃあ次にどういう場合に素数になるんですかどういう場合に素数にならないんですかあるいは素数になる場合ってのはどのぐらいたくさんあるんですかいろんな疑問が生じると思います。まさにこの問題は双子素数の問題といって完全に未解決の問題なわけです。つまり素数に対して2を足したらまた素数になるというそういうケースが無限通りあるんでしょうか 無限通りあるのかないのかわからないこれが双子素数の問題なわけですねすなわち素数というものにペアノ的に一を足していくということを繰り返すだけで実は非常に難しい問題ができてしまうその他にもこんな問題考えられますじゃあ二を足して素数になるかどうかはわからないからさらに素数一を足していって初めて素数になるところって考えます つまりある素数から出発して次の素数までの間隔って考えましょうその間隔っていうのは大体どのぐらいかっていうことはまあ予想できるでしょうかこれはある意味素数がどのくらいの頻度で現れるかという問題に関わっていてこれは素数分布の問題なわけですですからこれは統計的にはまあ概算では解,ける解くことはできますがしかしぴったり解くことはできません与えられた素数に対して すごく大きい素数を与えられてこれの次の素数が何かということは非常に難しい問題ですもう一個考えましょう素数に1を何回か足して素数になるということはすごく難しい問題だじゃあ素数足しちゃいましょう素数を2個持ってきて足しますそうすると偶数ができますまあ基礎数だったら偶数ができますじゃあ逆にどんな偶数でも素数の2つの和になるでしょうか これが有名なゴールドバッハ問題ですねこれは素数であるという掛け算的な数が足し算2つの素数を足すというその足し算的な操作でどう振る舞うかということを問うた問題なわけです。そしてそれも今の場合このゴールドバッハ問題もやはり同じように今でも未解決な数学上の難問になっています。 えこのように今まで出てきましたねえ ABC 予想もそうでしたそれから双子素数も問題もそうですそれからゴールドバッハ問題もそうです全て見かけは簡単そうなのに実は難しい問題というのは基本的にはどれも足し算と算と掛けの絡ままり合いいから生じていますそういう意味では我々はそういった問題をまだ解くことができないということはつまりどういうことかというとまだまだ我々は この足し算と掛け算の本当の関係というものを実は完全に理解していないんだということになるんじゃないかというふうに思うわけです。まあ足し算なんて掛け算なんて小学校で習うようなまあ簡単なもんだというふうに思われるかもしれません。だからその関係だってもちろん簡単だろう。少なくともこんだけ数学がその進歩していれば数学者はそれを理解しているに違いないというふうに思われるかもしれませんが。 実はその間の関係というのはまだ人類人類の中で誰も完全には理解していない実はとっても難しい問題なんだということが言えるわけですそしてまさに ABC 予想の難しさというのはそこに根ざしているだから ABC 予想は非常に難しいし深いんだということになるわけですえさて ABC 予想の難しさあるいはその紹介というのはこの辺にしてじゃあ 望月さんの IUT 理論はこの立ち算と掛け算が絡み合っているというこの問題に対してどういうアプローチをしていくのかということをだんだんに話していきたいと思います、えー、最初にまず紹介しましょう IUT 理論というのは望、えー、月真一さんが開発した新しい、まあ、手法の上に構築された数学理論であるそしてそれは普通の数学には決してできないことを可能にすることを目指している まあそういうことをできるようにする一種の提案なわけです。でその提案によって何が可能になるんでしょうか IUT が目指していることというのはまさに今出てきました黒い帯と赤い帯ですが足し算と掛け算が今までは絡み合っていたんだけどこれをできるだけ別々に扱おうと分離して扱おうとします。しかしかもちろんただ単に それぞれ単独足し算だけ掛け算だけって単独で扱うだけだったら誰でもできますしそこから何か実のあることが出てくるという感じは全くしませんそこで IUT 理論が提案する考え方というのは複数の数学のの学舞台で作業するるとということを提案するんです。すんでなわち足し算と掛け算を別々に扱って 違う舞台の上で足し算をそのままにして掛け算部分だけ伸び縮みさせた同じコピーを考えるというちょっとウルトラシー的なアクロバティックなことをします違った数学の舞台この考え方はおそらく非常に新しいと思います誰も聞いたことがないと思いますこれは時折違った宇宙とか違った世界というまた違ったその言葉遣いで言われるんですけども これななかなか説明が難しいですね。この講演の中ではだんだんこの内容を説明していくことにいたしましょう <laughs> この違った舞台の上での数学などいわば従来の数学の考え方とは全く違うというか異なっているというかそういう新しい数学の考え方をする上で やはり我々はそもそも数学って何だったのかということにやっぱりちょっと立ち返ってみる必要があると思うんですね。ですのでまたさらにここで掘り下げて従来の数学っていうものが一体何だったのかということをちょっと考えます。つまり IUT というのが実は従来の数学と違うんだけどそれがどう違うのかということを次に問題にしましょう。そこで私はあのエドワード・フレンケルの例え話をここで取り上げたいと思います。えー、エドワード・ワーフレンケルの あの数学ミステリー白熱教室をご覧になったという方とても多いと思います。えー、あの中でフレンケルはあの数学とは何かということに対してあの非常にうまいあの例え話をしてるんですね。それがこれです。えー、数学には2種類ある学校で教わる数学それは完成図があるジグソーパズルだ。それに対して 研究における数学というのは完成図のないジグソーパズルなんだと彼は言っています、えー、どういうことなのかちょっと思い出してみましょう、えー、ここにパズルがあります、えー、学校で教わる数学というのは完成図のあるジグソーパズルですしたがってそれはパズルの一個一個のピースの上に絵が描いてますそしてしかもパズルをやる人が人は完成図がどういう絵になるのかということが分かってるから頭の中で その絵を思いい浮かべなががらパズルを組み立てていくことができますしたがってピースを見たときにこのピースは何色をしてるからおそらくこちら側だろうこのピースはこの色だからこれに対してもっと上の方にあるだろうというような相対的な位置関係が大体わかるというのが完成図のあるジグソーパズルこれがその出来上がりになるわけです。これはもちろん学校で教わる数学というのは基本的にまあ答えが 決まっていいるというかあるいは解き方が、まあ、ある程度与えられているつまり問題が与えられたきにそれに対してどういうふうに解けばいいかということが、まあ、ある程度わかるっていうそういう数学を念頭に置いてるっていうことはすぐにわかると思います。しかしフレンケルの言う研究における数学のののの例えははそううでなななくて完成図のないジグソーパズルのようなものだすなわちパズルなんだけどだから形はパズルなんだけど絵が描いてない。 あるいは絵が描いてあっても完成図がどうなっているのかっていうのは分からないそういう場合っていうのは我々はピース一個一個を見てそれがどの位置になるのかっていうのは皆目分からないわけですしかし一個一個のピースをまあ試してみてぴったりとはまるっていうことによってあこれとこれがはまるんだということを発見していくでそれがだんだんえ進んでいくとピースとピースがだんだん くっついてこのように島ができますこの一個一個の島というのが数学でいうところの、まあ、研究分野であり研究領域なんだということなんですね。でこれらの研究領域や研究分野というのは少なくともしばらくはあまりお互いに関係がないような形で進んでいくんですがある時この真ん中あたりに注目してください。ある時この 複数の研究分野をつなげるピこれが複数のその、えー、失礼しました複数,の複数の島をつなげる、えー、ピーストうのが見つかるそれはそれによってあの2つないしは3つの小さい島が大きな島になるこれが数学でいうところの複数の研究分野をつなぐブレークスルーが見つかることなんだというのがフレンケルの例えでした、まあ、非常にうまい例えだというふうに思います えー、さて IUT の場合に戻りましょうこういう例えでいくと IUT は何なんでしょうか実は IUT というのは学校で教わるような数学ともあるいは従来の意味で研究における数学とも実は異なっていますそれを今のまさにフレンケルのジグソーパズルの例えで言いましょう ジグソーパズルの例えで言うと IUT 的な数学というのはこういう感じのものなんですね。ちょっとあのコメントを見てみたいんですけど「はっ!」ていう。<laughs> あ、うん、あ何、うん、<laughs> やこれはっていう、はい。まあそうだと思います、まあ騙し絵のようにも意味がわからない。 ええ、まあだからもうこれで終わってもいいんですけども <laughs> 大きさの違うピースをはめるというようなことを実はしでかしますもちろんこれが全てではないですがそのようなことが少なくとも非常に重要な一部です <laughs> IUT 的な数学とは普通の数学ではぴったりはめることができない大きさの違うピースを互いに はめるようなことをします。で、そのためにしかしもちろん普通にははめありませんから、おな各々のピースが属している舞台が違うものだというふうに捉えて形式的にはめるということをするんです。で、しかしそれはしかし形式的な問題です。舞台間のまああの通信の不完全さとかそういうものが出てきます。それによって生じる 歪み不定性というものを定量化するというところに IUT の基本的な根本的なあの、えー、特徴がありますでここで舞台とは何かということがやはり問題になってきます舞台とは何でしょうかこれなかなか説明するの難しいです、えー、まず第一部の後半ではこの舞台とは何かということを少し分かりやすく説明することを目指しましょう、えー、舞台ないしはまあ時に応じておそらく 宇宙ととか、か、かかかあるるいは世界とかいったた方が、ももしかししら分かりやすくなるかもしれません、まあ、えー、多少 SF が好きな方はパラレルワールドとかそういったものを考えてみられるといいかもしれません舞台というのは言ってみれば通常の数学一式です我々がそこで数学を行う数学の環境一式であるその中では我々は足し算と掛け算というのを普通に同時に行うことができます で通常の数学においては一つの舞台で数学をしているわけですしかし IUT 理論では複数の舞台で作業するという新しい柔軟性をここに与えようとします、えー、そのためにですね、まあ、ちょっとここに動画がちょっと現れるんですがそのためにですね異なった舞台上でに現れるものの間の関係というものに注目する必要があるわけです そのすなわち本来違う舞台にあるんだけど何が違っていて何が同じなんだっていうことをきちんと定義しなければいけないきちんとそれを、まあ、あの数学的に、えー、言明しなければいけないわけです。ここでちょっと見てください左側にあるのは普段の生活をしている女優さんです。えー、本当ののの女女優優ささんんです、えー、対して右側にいるのはこの女優さん まあ、映画の役を演じているんですがその映画の役を演じている同じ女優さんですこの女優さんは同じ女優さんですしかし右と左とでは舞台が違っています状況が違っていますいわば世界が違っていますこの左側で普段の生活をしている女優さんにおいては彼女の普段の生活あるいは一生というそういう意識があるわけですその中に映画の中 を演じてていいるっていうその映画の中だけの世界っていうのが入れ子になって入っているそういう状況になってるんですちょっとここで考えてほしいのはそういう入れ子になって入っている小さい世界まあ比較的小さい世界と大きな世界の間の関係ってどうなってるんでしょうか実はその中の関係で共有できることって意外と少ないんです例えば映画の中の人と我々は話をすることはできません 映画の中の人それが自分であったとしてもその人と握手することはできないわけですしたがってその間で実は共有できることってのは意外と少ないということをちょっと覚えておいてくださいこのようにその舞台が違うとあるいはまあもう少し引き劣な例で言うと言い方をすると状況が違うということになると思うんですが 同じ人なんだけど違うあるいは違うんだけど同じだっていうちょっとパラドクシカルなことが、まあ、言えるようになってくるっていうそういう状況が起こるわけですね。<laughs> で、えー、現実の中の映画っていうのがちょっと見,見づらいので映画の中の映画という考え方をしましょう見てくださいここで画像の中にまた画像が入ってその中にまた画像が入っているっていうそういう絵が現れます。こののの画像の中の 世界というのは外の世界を映してますが外の世界とは違った舞台ですそしてその中にはまたその世界を映した違った舞台が入ってますそしてその中にまたというように入れ子に世界がどんどん入っているというそういう状況になっていますさてこれを踏まえてこの2つのピースをこれからはめてご覧に入れますちょっと見ててくださいはまりませんねなぜか 一つの舞台でやろうとしてるからですところが複数の舞台が現れますそうするとはまるわけですね、まあ、このように見事にはまるとえっ、ー、とちょっとあのコメントを見てみたいんですけども <laughs>、えーえー、あすごいすごいですね、えーえー、はい。 こういう二次元の嫁と結婚する場合です <laughs>。いや、そういうそういうことではないんですが、はい。えー、まあそういうわけなんです。というわけで、まあはめるってどういうことだか、まあ分からなかったわけだけど、こういう感じのことなんですね。違う舞台を設定して、少なくとも形式的に映像化してはめるというようなことこのイメージちょっと持っててください。もう少し数学的な言い方をすると、この IUT では。 この二つのピースは二つの掛け算です。そして一方の掛け算は他方の掛け算に比べて伸び縮みしてしまっていて、変形されています。で、それを今言ったような異なる部隊を使って張り合わせるということをします。それがまあ、テーターリンクと呼ばれるものになってくるわけです。これが I. U. T. の。まあ。とは何かということに対する一つの、まあ比喩ということになります。 えー、違う舞台の上で足し算はそのままにして掛け算部分だけ伸び縮みさせた同じコピーを作って結びつけるというこういう考え方になるわけです。えー、しかしながらですねあ先ほどもちょっと、えー、口走りましたが本来違うピースを、まあ、あるいは同じ大きさのではないピースをまあ 形式的にあるいは道後反復的にという感じでもありますがまあつなげようと関係づけるということをしますからでしかもそれは左と右では異なった舞台に属するものですからこれを安直に等しいまた1個の舞台に戻してしまうということをするとそのイコールは矛盾が起こります。ですからここは気をつけなければいけないこと,ところで。安直な等式化は そのまままでではできませんしたがって等式ないしは不等式普通の数学に戻、まあ普通の数学に戻そうというのはちょっと語弊があるんですが、えー、そういうことをしようとすると、えー、歪みが起こります IUT の重要なポイントはこの歪みつまりつすなわち異なる部隊間の通信をすることによって起こる歪みというものをその大きさを計測することができるというところにあります。 これが実は IUT の非常に重要な、まあ、重要定理の一つになります。で、その大きさを計測することによって、まあ、この記号の意味は今はあのあまり、えー、気にしないでほしいんですが、異なる舞台にあったものの間に、このような形の不等式を出す。その歪みの分というのがここに現れます。そしてこのような不等式を出すことによって、 えー、IUT が例えば ABC 予想のような、えー、不等式を出してくるということになるわけです、えー、いかがでしたでしょうかまず一部がこれで終わりました第一部は、えー、IUT において異なる部隊を用いて違った大きさのピースをはめるということがキーワードになりました それでは第2部にまいりたいと思うんですが第2部ではもう少し IUT の技術的な中身に入ってじゃあ具体的に異なる部隊の間の通信をどのように行うのかということについて少し踏み込んで考えていきたいと思いますヒントになるのは「対称性」そして「復元」という言葉ですですのので第2部のタイトルは対称性と復元 とということになります、えー、まず対称性とは何かもちろん多くの人はよく分かってると思うんですが対称性とは何かという非常に基本的なところから思い出していきましょうまず物物があるとししまますすを動かしますそうするとまた同じ形になっている動いた後とと前では変わってない 同じことをしてもやはり物は変わらない。このように今の場合90度回転という動きですが、この動きの前後で形が変わらないということをこの図形の対称性であるとか、あるいはその動きそのもののことをこの図形の対称性であるという言い方をします。これはまあ皆さんよくご存知だと思います。ここで重要なことは対称性というのはものの性質だ。 というポイントです,すなわち対称性というのは最初にものがあってそのものが持つ性質として対称性があるというこの順番になっているということなんですね。でところがここでちょっと皆さんにやってほしい発想の転換はこの順番を逆にしてほしいここでこれを逆転させて対称性からものを復元するという考え方をしてほしいと思います。 えー、どういうことでしょうか例えば何か物があってそれを対照的に保つ動きがあるとするそうするとその動きから今度は物が復元できるのではないかという話ですね例えば、えー、三角形を考えますこれは正三角形ですまず最初に物からスタートしましょう正三角形は120度回転するという対称性を持っています でこれは3回繰り返すことができて3回繰り返すと元に戻るわけですね。でこの対称性だけを今度は知って正三角形という情報を忘れてください。対称性だけを知っている。そうすると 120° 度回転によってまずどこの点でもいいんですがこの頂点一番上の点が動きます。 そしてその点からさらに120度回転することによってさらに点が動くさらに点が動くとするとこの点を結んで正三角形が復元されるということができるわけです。でこの考え方すなわち対称性だけを使って図形の復元をしようということがもし完全にできるのであればあるいは非常に有効にできるのであればまあちょっと あの空想をたくましくしてほしいんですが対称性のみを用いたもののやり取りということ,がかんことが可能になるんじゃないかというふうに思われるわけです、えー、考えてくださいものというのは通信できませんものをテレポテートするということはまあ少なくとも今はできないわけですね我々はものの信号を例えば映像電,波電気信号などにして伝えることはできますがものそのものを伝えるってことはできないわけです だから物そのものの伝達は通信はできないにしてもしかし物から対称性という性質を引っ張り出してきてまあこれディタッチメントという言葉をここで使わせてもらいますつまり分離という言葉を使わせてもらいますが対称性というものを取り出してきてそれをしかし通信することはできるんじゃないかそうして通信して受け取った方では この対称性から今度はものを復元することによってこの物同じ物というものを共有することができるのじゃないかというこの物の,の通信ということをすることができると考えられるわけです。す,すなわち数学の一個の舞台とまあ大抵はその中に入れ子になっているもう一つ別の舞台というのを考える。 でその舞台と舞台の間には先ほども言ったように映画の中の人とは握手ができないのと同じで物を直接伝えることはできないもう少し具体的に言えば立ち算と掛け算を同時にやるという情報を伝えることはできないとしましょうしかしその舞台と舞台の壁を対象性というものは超えることができるだとすればその対象性というものにまあ最初ディタッチメントでもの物をエンコードしてから それを隣のあるいはその中にある入れ子の舞台に持って行ってそこで復元してもらうということによって物を通信し合うということができるんじゃないかというそういう考え方になるわけですつまりこういうイメージですねまさに宇宙 A の人が120度回転という対称性を携帯電話で知らせるわけですそうすると違う宇宙の人がはいはいと言って えー、その正三角形というものを復元するというまあそういう考え方というかそういう話になるわけです、えー、しかしこの考え方にはもちろん限界があります対称性だけからものを復元するというのはもちろん完全にはできません、えー、多少不正確な図にはなってしまうんですが、えー、まあ120度回転というだけでは例えばものの本当の例えば正三角形というか、えー、形そのものを 復元するることはででききません大きさも違ってくるでしょうそれから変の数だって丸まってしまうかもしれませんだからそういう意味で多少のずれ不合あるいは歪みというのが生じるでそのの歪みというのがこの IUT 理論では結構重要だということは、まあ、これからも出てきますのでよく覚えておいてくださいでその歪みの話になりますが歪みがしかしどのぐらいの大きさの歪みが出るんでしょうか つまりその復元がどのぐらい成功にできるんでしょうかというと基本的なそのえまあ原則としては考えている対称性が複雑であれば複雑であるほどより複雑に復元できるということになります例えば四角形よりも六角形の方がおそらくそのえ復元の歪みは少ないでしょうしえ八角形これは十角形ですかねの方が 復元の歪みは少ないでしょうましてや今裏でやっている6万5千537角形の対称性回転を与えると、まあ、ほとんど円と,円とその区別がつかないわけですからそういう意味では非常に正確なものに近づいていくというわけです残念ながら6万5千537角形じゃないんですけども円なんですねこれは。 円の場合は連続な対称性を持っていますのでもしこの対称性を伝えることができれば少なくとも円というものを掃除を除いて完全に伝えることはできるでしょう。というようにその対称性通信においてはその、えー、対称性の複雑さの度合いというのが非常に重要になっていくということがわかると思います。 えではその対称性の複雑さの度合いというのをでは今度はどのように定量的にあるいは定性的に考えていかなければいけないかと申しますとえ数学の世界では皆さんよくご存知ですが群というえ考え方があるわけです。群のことをよくご存知の方はこれからやる説明はちょっとえまあつまらないかもしれませんがちょっとあのまあ何しろこれはあの 中高生も含めて、まあ、数学を、えー、知らない人たちにも、えー、知ってほしい内容ですので少し軍の話もこれから少しいたします。軍、えー、の概念を一つ非常に分かりやすい例でお見せしましょう。えー、例えばそのここに男の子が並んでます、えー。真正面を向いた状態から考えますね。でその状態から何もしない 左を向く後ろを向くそして右を向くというこの4つの行為を考えるここに書いているのはその4つの行為をした結果ですしかし我々はその結果の方じゃなくって行為の方に注目します何もしない左向け後ろ向け右向けっていうこの4つの行為を考えましょうまず何もしないっていう状況だったら男の子は ま正面向いたままです左向けって言ったらこういう結果になるでしょう後ろ向けって言ったらこの結果になりますこれはどういうことかっていうと最初の状態から後ろ向けと言ったらこうなるという意味です同様に最初の状態から右向けと言ったらこの失礼しましたこの状態になります今度は軍の概念を説明するために もうちょっと、えー、分かりやすい、えー、もう少し分,、えーまあ、分析的に見てみましょう何もしないという状態から左向けと言いますそしてもう一度左向けと言いますそうすると最初の状態から後ろ向けといったことと同じ状態になりますこれを群の演算で言うと左を向くということの二乗つまり二回繰り返すことは後ろを向くということである。 これは結果の状態じゃなくて行為だと思って見れば意外と分かりやすいんじゃないでしょうか。向く、左を向くという行為を2回続けると後ろを向くっていう行為と同じことになります。そして後ろを向いた状態からもう1回左を向くというとあ失礼しました。左を向くと今度は右を向くことになります。これは何を言っているかというと最初の状態から出発して 左を向くということを3回繰り返すと右を向くということと同じになるすなわち行為の言葉で言うと左を向くの惨状が右を向くということになるわけですね <laughs> えー、もうちょっともうちょっと遊んでみましょう最初の状態です左向けって言いますでもう一回左向けって言いますこれは後ろを向くことと同じでしたじゃあ後ろ向けって言ったこの状態 から右向けって言ってみてて言みくださいそうすると左向くっていうそういう状態に戻りますもう一回右向いてくださいということを言うとまた、えー、これは最初の状態に戻るというわけですで次に今度はさらに右を向くというとちょっとあの、えー、残念ながらこういうふうにしかできないんですけどこの状態になるわけですねこっからさらに左向けというとあれすいません失礼しました。 今度は何もしない最初の状態に戻るというわけですえつまり左と右この場合ですと行為の言葉で言うと左向けということと右を向けということが今度は逆の関係にある左向いて右を向くと何もしないことと一緒になるというようなそういうことになっているわけですでここで重要なことはこの行為として見た場合この4つの行為というのは続けて行うということによって 閉じていいるととうことですねすなわち左向く左向けという行為を2回すると後ろ向きになるし左向きを3回行えば右向けという行為に同じことになるというように続けて行うことによってこの4つの行為のどれかに必ずなってしまうこれを閉じているという言い方をしますで軍というのは基本的にこのような行為の集まりであり えー、その続けて行うという合成に関して閉じていてかつ左向けの逆が右向けであるように逆が存在する基本的ににはそういううういいものを群というふうに言うわけです、えー、ここではこの群「群」が「シグマ」という言葉を使って書かれていますが「シグマ」というのは90度に左向けっていうそういう。えー え行為のことであるとすると後のものは全てシグマのべき乗でかけるえ何もしないというのは大抵あの単位元というものでいいと書かれますがこれはシグマのゼロ乗だつまり左向くっていうことをゼロ回行ったんだというふうに解釈すればべてのえこの場合ですと全ての元がシグマのべき乗でかけるという形になるわけですえ同じようなことを三角形の対称性で行うこともできます 三角形の対象では、えー、基本的に考えるべきものは、まあ、シグマすなわち120度時計回りに回転するという対称性それから、えー、A を止めて B と C を入れ替えるっていうこの中心の軸にで折り返すという対称性この2つの対称性を考えることが基本になりますこうしてまずシグマすると A b c が上にあったんですがここに行きますで BC がそれぞれ時計回りに移動するもう一回すると今度は ABC の順番がここから始まりますね ABC という形になるもう一回行うと元に戻って時計回りに ABC の最初の状態に戻る B と C を次は入れ替えましょう A をを止めて B とと C を入れ替えるともちろんこのようなな形になりますで実は計算すると分かるんですが正三角形の対称性というのはこのシグマとタウで全部書き下すことができてこの6つ存在するということが分かります。120度回転するそれから240度回転するそれから B と C を入れ替えるそれからタウスイーターとかタウスイーターの2乗というのはこれが何かということはなかなか えー、すぐには分かりにくいかもしれませんが実際に計算してみますと結果だけ見ればこのような形になっています120度回転すると ABC の順番は変わりませんけどもス,スタートする場所が変わっているタウは B と C を入れ替えますそれからタウシグマの方はどうなってるかというと、えー、C を止めて A と B を入れ替えるというそういう対称性になっていますタウシグマの二乗は B を止めておいて A と C を入れ替えるというそういう対称性になっているというわけです。さてこの対象群を見てまあちょっと数学に興味のある方というかあの昨日えまあ数学をよく知っている方はえ気づくと思うんですがここで A と B と C という文字が この対称性によって入れ替わっているということに気づかれると思いますこの文字の入れ替えというよりも実は非常に典型的な群の例なわけです、えー、具体的には対称群と呼ばれるものですが3つの文字の置換という形で考えていきましょう例えばここまでここでは1と2と3という3つの文字の入れ替えで、えー、かける対称群を表すことにします ままず最初ははこれは行為を表してますどういう行為かというと1を1に入れ替えて2を2に入れ替えて3を3に入れ替えるすなわち何もしないというそういう行為なわけです。だからこれは何もしないということに対応するわけです。次は1を2に入れ替えて2を3に3を1に持っていくというそういう入れ替え痴漢になります、え。ー 最後のものは一を三に、二を一に、三を二にっていう形の入れ替えという形になるわけです。で、三つの文字の入れ替えの群というのは、これだけにとどまるわけではありません。実は、三の階乗である六個あって、残りの三つはこのようになっています。最初のものは、一を止めながら、三と二を入れ替えてます。次のものは、三を止めながら、二と一を入れ替えます。 次のものは2を止めながら3と1を入れ替えるというこういう入れ替えになるわけです。でここまで見るとなんとなく先ほどの正三角形の対称性とよく似ているということに気づくと思います。えー、現に上の列は三角形における正三角形の対称性におけるあの120度回転と同じような行為になっている。 1>, 1と2と3というのを a b c に変えたら同じになっている下の方の3つというのはタウとシグマが組み合わされて作られた残りの3つと同じ行為になっています、えー、実際確かめましょう例えばここを見てください、えー、シグマの方は a が c に行ってますから、えー、312という形123を312に移すという形の 対象群に、えー、失礼しました対象性になってますが戻ってみるとそれはここにあるわけですねちょっと位置が違うんですが3は3番目にありますこの辺に現,現れるのはどうでしょうか、えー、ここにあるのは二、えー、1三一2 3を213に打つというそういう痴漢になってますがあ失礼しました、えー、213がここに現れています。 で実を言いますとこのように、えー、対称性やあるいは三角形の対称性文字の入れ替えの対称性や三角形という図形の対称性などのようにものとしては異なっているんだけどしかし対称性そのものもが共有されるということとははの世界ででよくあるここなんですこれは何を意味しているかというと対称性というものはものを超えているというかもの、まあ、にまとわりついているんですけど しかしものそのものではないものの属性としてもっとこう柔軟なものになっているということがあるわけです例えば三角形の対称性というものをに注目してある宇宙に携帯電話で対称性の群を伝えますそうするとまあもしかしたらその行った先の宇宙の人はこれは三角形の対称群とは思わないで文字の対称性と思うかもしれませんそのような不定性というのはつきまとうわけです まあそのように物、えー、にまとわりついてはいるんですが物のそのものではないというこの不思議な対称性の群というものが IUT でも非常に重要な役割を果たすということになるわけです、えー、しかしながら、えー、このような対称性を使って物を復元するという考え方は、えー、IUT が初めてだというわけでは実はございません、えー、先ほどどちちょっっと顔が出ちゃったんですけども えー、実は軍という概念を作ったエバリステ・ガロアさん、えー、まああの今から200年以上前にフランスにいた、えー、人ですけれどもこの人が作ったいわゆるガロア理論という理論の中にもこのような基本的な考え方というのはすでに現れています、えー、まあこの講演では時間がないですので詳しく説明できませんがガロア理論というのは基本的にどういうことを行う理論か というと例えば代数方程式を考えてください多項式イコール0という形の代数方程式でそれに対してコンが、まあ、N 字方程式だったら N 個のコンがあるでしょうこの N 個のコンを入れ替えるという対称性を考えるこれがガロア群というものになっていますでガロア理論はどういうことを教えるかというと基本的にこの群ガロア群という対称性がこの方程式の解き方 すすなわちここののに至るるるる道筋ととといいいいううもををを握っっててそれ復元言理論ですですから例えばよくご存知のように5次以上の一般方程式は大数的に解けないという定理があるわけですがそれは5次以上の方程式のガロア群に現れる対称性が復元する解き方というのが大数的な解き方になっていない一般にはならないと。 いうことを意味しているわけですというように実は過去のまあ群にまつわるいろんな理論というのは実は対称性を使ったものの復元という考え方が実は潜んでいますで、それを具体的にというか非常にあか,あきあからさまな形で使ったのが IUT なんだという言い方もできると思いますえちなみにこのガロアさんという人ですが えー、数学愛好家の方ならよくご存知な、まあ、とっても有名な方ですねここにも書いてますが20歳の時に血統で死亡しましたこの血統というのは数学の血統ではありませんこれはあのピストルを使った本当の血統であります、えー、それで亡くなってしまいました、えー、実は数学的な業績だけじゃなく、まあ、20歳で死んでこの業績ですからどんだけ天才かと思うわけですが、えー、それだけじゃなくって実は あの政治活動家としても非常に、まあ、波乱万丈な、えー、人生を送った方です、えー、その波乱万丈な生涯をですね、えーえー、とちょっとあのコメント見てみたいんですけどもこういう本書いたことがございます、まあ、不滅の業績過激な政治活動不遇への焦りといあ、はいはい,はい、はい、買うしかない、えー、そう買ってください えーえー、実,実らなかった恋などなどいろんなこう人生模様が、えー、あります、えー、ぜひとも買っていただきたいなというふうに思うわけでございます、えー、第2部、えー、最後に1枚だけ、えー、なかなか実は IUT そのものに肉薄できなかったんですがここでエンアーベル幾何学というキーワードを一つだけ出しておきたいですこれはさまざまな数学の対象すなわちものですを それにまつわる対称性の群すなわち操作とか行為とか動きそれは具体的にはガロア群と呼ばれるものであったり基本群と呼ばれるものなんですがなどによって復元することを目指す理論ですでこの先ほども言いましたがものをできるだけ正確に復元しようと思ったら対称性の群は複雑であればあるほどいいわけですねでまさにこのエン・アーベルというのは そこに現れる群ガロワ群や基本群がまあアーベルっていう性質から遠いっていうことを意味するんですがまあ十分複雑であるまあある種のものを復元するのに十分な複雑さを持っているということを意味していますこのエンアーベル化学っていう言葉ちょっと覚えておいてください次の三部で出てまいりますまあ一瞬出てまいりますではいよいよ三部この講演も最後の、えー 過強に入ってままいりましたもう少し踏み込んで第3部では IUT が一体どのような問題をどういうふうに解いていくのかという多少なりとも具体的なやり方というものを考えていきたいと思います。今までの話である程度明らかになったと思うんですが IUT がやろうとすることというのは異なる具体感のまず通信をすることそうして復元することそして 歪みを計算すすることことの3つなんですね従って第3部のタイトルは伝達復元・歪みとということになります、えー、もう1時間ほど前の話ですからちょっと忘れたかもしれないので IUT と従来の数学の違いもう一回思い出しましょう従来の数学というのは一つの舞台の上に縛られていた数学でしたもちろんその数学で多くのことが分かりましたししかし IUT 理論は 複数の数学の舞台を考えることによってまあそれまでの数学にはなかったつまりそれまでの数学の常識を超えた新しい柔軟性を与えようとするそういうものになっています。ここで重要なことはいかに IUT といえども最終的に結論として出していきたいものは普通の意味での不等式ですし普通の意味での等式なんですね。そういったたもののをしかしか証明するために今までは一個の 舞台装置の中ででやっていたわけですしかしその中ではもしかしたらできないことがあるのかもしれないで IUT はその1個の舞台だけじゃなくてもしかしたら遠回りになっちゃうかもしれないんだけどそれとは違う宇宙を通って複数の舞台を使って新しい柔軟性を使ってそれを証明していこうというそういうアプローチなんですで「舞台」とは何でしたかこれれはは前に出たスライドですがそれは 通常の数学一式普通に足し算と掛け算が同時に行える世界というものでしたで IUT では複数の具体を考えるというわけですさてじゃあいきなりまあ具体的な話になりますが IUT が具体的に行う計算例を一つ紹介しますこうやって計算していきますまず状況設定から入りましょう、えー、Q と書かれるある計算手順で計算できる 一般的な量を考えますでこの量が一律に小さいということを証明したい、まあ、非常に大雑把な言い方ですがある種の不等式で抑えたいということを考えましょうでまあそれができればまあ abc 予想のような重要な予想にかなり近づいていくことができるというふうに考えますでもしかするとそういうことというのは今までの一つの舞台での数学でも可能だったかもしれない。 けども知られてる限りではとても難しくてまだ誰もやったことがないとそういう状況を考えます。IUT はこれに対してどういうような計算をしたいというふうに思うのかというと、q が小さいことを言いたいので、まあ、数学分かった分かっている方だったら、log q が小さいことを言いたいというふうに考える。まあ9が何かってわからない方はでもまあ q と似たようなもんだというふうに考えてください。 で、そしてこれを N 倍します N というのは自然数まあ自然差し当たり自然数で結構です1よりも大きい自然数で、このログ9という数が非常に小さいということが我々証明したいことですから結果的にはどんなに、えー、まあ N 倍していってもそもともとログ9が小さかったらもともとのログ9とあんまり日立たりがないであろう だからまあ希望的観測としてはこの n 倍のログ q とログ q がほぼ一致しているまあ軽微な差しかないんだというようなことを出したいでそれがこういう不等式になります。N 倍の Q を取ったとしても、のの Q からの差っていうのはまあこのぐららいで抑えられる。ということが証明できたとしましょう証明できるならばあとは簡単な式変形でログ q というのはこういう 数で抑えられるすなわちログ Q は小さいということが証明できるわけです。従ってやりたいことというのはこの数を何倍かしてしかしあんまり変わんないほぼ一致してるんだということをやりたいんですね。<laughs> まあそれをログを取った形で言うと Q の n 乗と Q がほぼ等しいという形の式が欲しいわけです。でそれをを異なる舞台を想定して やっていこうとするわけですそしてこの話に戻るわけですね異なる部隊今部隊 A と部隊 B を考えます部隊 A、部隊 B で各々同じ球を考えましょう同じ球というもののコピーがありますこれは同じ球なんですが部隊が異なってますのでそのまんまではまあつながらないわけですねで、こういう状況になるわけですまあ大きさを考えると 先ほどの,あの映像化された状況を考えてくださいまあ少しこちらを映像化してち、まあ、見かけ上小さくしてあげるというようなことが必要ですそのような形をとって Q の A と Q の B というのの N 乗というのがほぼ対応しているすなわち舞台間ので対応しているというほぼ同じだという状況を考えますこれはほぼ同じだという意味を表した記号だというふうに考えてください、まあ、ただこれは先ほどの その映像を使ってはめるということと同じようなもので、まあ、基本的には形式的な対応関係だというふうに考えます。ただ重要なことは、こちらは N 乗されているということです。ログを取れば N 倍されています。で、この状況で今度は舞台 B と舞台 A の間で一斉に同じ計算をしていきます。お互い 携帯電話で連絡を取り合いながらつまり対称性通信というものを行いながら同じ計算をしていくことで舞台 A, A における Q の N 乗と舞台 B における Q の N 乗はまあほぼ等しいという結論を得るわけです。これはお互い通信を取りながら同じ計算をするから同じ結果になるというそういうことなんです。でそうするとしかしもともとこういう状態からスタートしてやるわけですからこの状態の まあ状況設定と両立するようにするためにはこの通信はあまり多くのことをやってはいけないんですねつまりいつも数学がやってるような足し算と掛け算を全部同時に行うような通信をやってしまうとこれとこれっていうのは普通には両立しないわけですだからできる限り通信する通信できることには限りがあるという状態を作ってまあその それによってできる非常に幸福な柔軟性というものを使うということになります。そういう意味で普通ののの計算あるるいいいはは単一の舞台の上でやるととととううここ不可能だということになりますつまり部隊間によって通信できることというのが限られているものともののとの通信はできない対称性しか通信できないというこの通信が限られているということがかえって 柔軟性を作ってくれるというつまりこのこれとこれが両立するという柔軟性を作ってくれるというそういう状態になるわけですでその状況をもう少し、まあ、絵を使って説明しましょう今舞台 A があってその中に入れ子で舞台 B が入っているまさにあの、えー、ビデオの中に映像の中に映像があるというああいう状態です。 でこちらの部隊 B における Q の B の N 乗と部隊 A における Q がほぼ対応しているという状況になっています。この状態でこの2二人が電話で通信をしながらでも通信できることは対称性だけですが対称性通信を対称性通信をしながら計算していますね。計算をしてこの計算の結果を出してくるとこういう状況になります。 でこれができるとこの状況の中でこれができるというわけですからまあこのほぼ等しいということからこの右辺の2つがほぼ等しいという結果が得られるわけですでこれがまさに欲しかった n 乗したものと n 乗する前がほぼ等しいという式になるわけですつまりログを取ったらこういうことになりますしかしながら ここで重要なことはこの講演でも今まで何回も出てきましたがもちろん通信できることには限りがあるというか通信はある意味その、えー、通信できる内容というのはものそのものじゃなくて対象性に限られているというそこから出る不定性が出るわけですね <laughs>、えー、でその不定性をからできるだけその通信内容を守るために伝え,る伝え方にも非常に工夫を凝らしますここちょっと、えーあの 技術的な言葉がが出てくるんですがこの Q の n 乗という量を計算するその計算の仕方というものを対称性で通信するんだけどこれをそのまんま伝えることをすると実はその不定性の波に揉まれて意味のある結果が出てきませんしかし IUT はここである種の工夫をしますこの数をデータ関数と呼ばれる、えーまあ、非常に 豊かな対称性と結びついた関数の値だというふうに考えますそしてその値の方ではなくて関数の方を通信するということをするわけですだからこのテータももちろん関数というものなんですがそれがそれにまつわる対称性が非常に豊かなのでそれは実はこれが住んでいる楕円曲線の対称性と絡んでいますなのでその対称性を使ってまさにエンアベルキカ の手法を使って復元するということをするわけですデータ関数を作りますで、その対称性を伝えるそれをエンアベルキカで復元するそしてその特殊値を取ることによって Q の N 乗を計算するという形の通信を行っていくわけですもちろんこうやってもやはりまだ不定性は起こります完全にというわけにはなかなかいかないで、この不定性がしかし軽微なもので評価できるんだ ということが IUT の主要定理です重要定理です、えー、すなわち異なる舞台に Q の N 乗が Q に大体対応しているという状況に両立するように対称性だけの言葉で計算を伝達し合うことができるしかしその場合の、えー、その時生じる不定性の量というのを実際に評価することができるというものですで、その不定性というものまで評価して書き下すと 最終的に欲しかったこの不等式が出て Q がめでたく小さいということがわかるとそういう感じの話になるわけなんですね。<laughs> これが IUT が提案する一つのやり方になります。えー、しかし実際には IUT で本当に ABC 予想までいくっていうためにはこの計算だけじゃ実はええー あ不十分です実際には以上の計算ともう一個類似の計算これは数体を復元するという計算なんですが類似の計算を行う必要がありますでしかもこれをこの一次の計算を無限個一斉に行わなけければいけませんここはなかなか説明しづらいところなんですがあの数学の言葉を使うと素点の分だけ行う必要がある。 アルキメデス的な素点と非アルキメデス的な素点の分だけを行う必要がありますで。これは無限個の計算をこの一対の計算を一斉に行うというそういうことをする必要があってそのためその計算その無限個の計算の動機を取,れ取りながらやる必要があるわけです。でそのためにここは非常にあの技術的なポイントなんですが。 掛、えー、け算的な対称性と足し算的な対称性というものの間の複雑な動機を取りながらこれらの計算を一斉に行うというそういう必要があります、えー、それでこの非常に複雑なこの仕組みというのを実はあの説明したあの動画がありますのでちょっとそれをご覧に入れようと思いますこれは望月さんのホームページの中にある動画ですちょっと会場を暗くいたします えー、まだちょっとこれ動いてない状態なんですが、えー、こちら側にとこちら側にあの計算をこれからするよっていう状況がありますここに足し算的対称性ここに掛け算的対称性っていうのがこれから回りますそしてこれからこことここで一対の計算をします、えー、この動画においては、えー、情報を伝える部隊へと情報を もらう舞台 B というのは実はこの動画の中に同居していますのでちょっと分かりにくいかもしれませんが見ていきましょう動きますそれぞれの対称性が動き始めて今ここには θ 関数というものがありますこちらには数体を復元するためのカッパー系関数というもののものの系がありますこれはまだものの状態ですここからディタッチメントによって対称性の 分離されて分対称性を分離していきます対称性を分離したその先には対称性からなる、まあ、ここでエタールライクと書いてますがテータあるいはこれらの関数の対称性の情報が入りますそしてそこから9の値見えますでしょうか9の値や数体がポロ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 とこう落っこちてきていてそれが 今日はここはお話できませんでしたがログシェルと呼ばれるものの中に、まあ、れ一種の入れ物なんですがこういうものの中に入っていくこれをまあ一斉に動機を取りながらやっていくという計算をここで行うということになるわけですいかがでしょうかこれで大体話は終わってしまうんですが 最後はなかなか分かりにくかったと思うんですけども、まあ、残念ながら、まあ、時間の制約もありますしこれ以上のことはなかなか言えませんがこのような、まあ、非常に、まあ、ある意味、えーまあ、難しいでもある意味自然な計算を行うということになります、えー、まとめとして、まあ、IUT のやり方というものをちょっとまとめてみました IUT はどういうところに特徴があったのかといいますと、まあ、異なる数学の舞台を想定することで まあ欲しい状況をまずは動画反復的に作り出すどういうことかというと Q の N 乗と Q が等しい本来ならば大きくてはまるはずのないピースをはめるような状態というのを形式的に作り出すしかしそれを違う部隊で,、えー、で作ることによって形式的に作るということなんですねそうしておいてその状態で部隊間の限られた通信手段を用いて お互いの計算を同期し合う,というわけですそこで対そこから、えー、そこでは対称性による復元あるいは対称性による通信ということが行われます。でそうしておいてその通信の際に生じた不定性歪みというものを、まあ、計測し評価することで不,定、えー、不等式を導くというのが IUT の、まあ、やり方ということになるわけです。えーまあ そういう意味で IUT は従来の数学とは非常に異なっているということがよくわかると思います従来の数学はもう一度言いますが一つの舞台で物事をしますしかし IUT は複数の舞台で作業をするということでそれまでになかった柔軟な、えー、状況を手に入れるというわけになる状況になる,になるわけです、えー、いかがでしたでしょうかなかなか IUT についてまあこの辺が限界かなというふうに思うんですが、えー やはり i u t って非常に難しいその理論だなっていうふうに思,う思います。あのまあ、非常に新しい理論でもあるし難しい理論でもあります。な何ししろとてても難しくて い、えー、まあ、未だに世界中で分かってる人が何人かとかっていうようなそういうことをよく言われるわけですまあ私自身もあの本当に隅から隅まで分かってるかって言われるとまあなかなかそうはなかなか言い切れないところが、まあ、あるわけです、まあ、しかし、まあ、こういう形で、まあ、IUT が提案することは何なのかその新しい数学に対する新しい提案が何なのかということはある程度、まあ、お話しできたんじゃないかなというふうに思います。 これが、まあ、望月さんという、今、我々が生きているこの世代の人たち、人が、も、が作った。まあ、数学における大革命的な、あの、理論だというわけなんです。その凄さが、まあ、少しでも伝わればよかったかなというふうに思います。最後に、ちょっと、あの、え、ー 謝辞を述べさせていただきますこの今回の講演及びこのスライドを作るにあたっていろんな方のお世話になりましたまず何と言っても餅月清一さんにはあの大変お世話になりましたそれからえっとこの講演を提案してくれたのは川上さんですそれからこのスライドを作るの,のほぼ大部分を作っていただいたのは清水亮さんという方です それからもちろんマスパワーの今回の主催者およびスタッフの方には心より感謝いたしますそしてもちろん会場にお集まりの皆さんとニコ生でこれを聞いている皆さんにも興味を持って聞いていただいてありがとうございましたじゃあこれで今日の話は終わりますありがとうございましたありがとうございました,ました加藤先生 鳴り止まない拍手です,あういすうわすごいですよコメントの弾幕も<ー>いやこれはわくわくしますよねこのお話複数の舞台でっていうの、えー、ちょ僕もあのお笑い芸人と、ね、高校の教師という複数の舞台で <laughs> やってはいるんですけれども舞台間でかか通信してますか <laughs> 確かにあの難しいですよね でも生徒はでも見てるかもしれません。こ<ー>の子のブタをそんな話はどうでもいいんですよ。ね、質問したい方多分多くいらっしゃるんじゃないかと思います。申し訳ないです。時間ちょっと押しまして、二つだけ、二つだけ質問を受け付けたいと思います。さあいかがでしょうか。はい、マイクフォローの方お願いします。<laughs> 先行して、はい。わかりやすいか、講演ありがとうございました。えっと。 その一般の方に向けてその数学者として分かりやすくその数式を使あまり使わずにやるっていうのでどのようなことを意識なさ,なされてやっていますかえーあのうん、難しい <laughs> 質問なんですけど、うん、いや難しいですねだからやっぱり考え方をできるだけあの比喩を使うということですかね。だからあの 比喩比喩が使える理論は説明しやすいんですよね。非常にそのあの技術的な理論であんまりなかなか比喩が使えないっていうのはなかなかしにくいんだな。かなという風うに思います。まあ、上手なその例え話。 でなかなか思い浮かばないんで、まあ今回も大変苦労しました。いすごかったですね。例えば分かりやすくて、あとプレゼンのね、あ,イあのイラストやの <laughs> <laughs>、ね、イラストや大活躍っていうのも、まあ、まあ、まあ、かなりのイラストや動画はあの先ほど紹介した清水さんという方が作っていただいて、ね、すごい分かりやすい素晴らしいプレゼンシールでした。ありがとうございます。ご質問の方ありがとうございます。さあもうお一方ではすいません前の方お願いします。<laughs> えっと。 具体的に扱う問題というかその方法考え方をご説明していただいたんですけれどこれどういう問題にも使えるようなものなんですかそれともかなり特殊な問題にしか使えないんでしょうかえっとあの異なる部隊を設定してあのその間で通信を行うことによって今までにない柔軟性を手に入れたということはおそらく他の問題にも まあ、使えるというか非常に大きな可能性を持ったものじゃなないいかなと思いますでそれはあの技術的には非常に難しいものなんですけどあ,のある意味自然な考え方だったんだ、まあ、考えてみればすごく自然だったんじゃないかっていう、まあ、そういう時代が、まあ、いずれ来るんじゃないかと思いますそうした場合おそらくより多くの、まあ、問題にこれが、まあ、使えるようになるということはおそらく、まあ、来るでしょうねと私は思います。はい ありがとうございましたワクワクしますねはい、ということで、はい、本当に素晴らしい講演ありがとうございました片文原先生に今一度大きな拍手をお願いします <laughs> ありがとうございました